杉並区の永福小学校では午前10時に卒業式が始まりました。卒業を迎えた86人の児童は保護者が見守る中、名前が呼ばれると壇上で卒業証書を受け取りました。都内の公立小学校ではこの春およそ9万2000人が卒業し、4月には9万7400人の新1年生が入学式を迎えます。